演舞開演。どうも、本日はこちら大麦工房ロアさん大麦味噌汁の中から柿玉味噌汁を飲んでみたいと思います。卵が入るとまた一味変わるのかな。これもおそらくフリーズドライですからね。はい、ご対面。やっぱりというわけで、この中に、はい、あらら、恥ずかしがりはなのかな。ドボーン。はい、ではお湯を注ぎます。混ぜます。はい、混ぜ終わりました。先日の豆腐味噌汁と同様、こちらも大麦が浮いていますね。では飲んでみます。キャベツまでいるんですね。これは美味しい。かきたまでちょっと風味が変わるのはもちろんですが、キャベツも入っているのでこちらの方がより体にいいかなという気持ちにもなりました。そしてこのお味噌汁もやっぱりホッとする温かさですね。これで体にいいのは本当に嬉しいです。大麦の食感もちょっとあって、そこも楽しむことができましたので、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。